はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、4日目の朝になりました。前回の続きをやっていきましょう。はい、ということでですね、今回は、なんとお知らせじゃないですけど、ハピローさんがね、新しくこの、新しいバージョン 1.2 のね、日本語化モッドを作ってくださいました。はい、なので、早速ね、入れてまいりました。はい、導入しました。これによってですね、前回まで英語だったこのクエストね、クエストも全部日本語になりました。これ、はい、この辺はね、なんか追加されたやつだから多分日本語になってないんだねみたいなことを言ってましたけど、全部ね、日本語になりました。はい、この辺も全部日本語。必要な資源を集めて基礎医学を作りましょうって、基礎医学を作るやつだったんだね日本語化されて初めて分かりました。ああ、そうなんだみたいなやはりかたいですね。ありがとうございます。はい、ということで、そうなるとね、気になるのがあれはどうなったんだろうっていうねこれはどうなったんだろうってめちゃめちゃ気になったので確認してきました。これですね。じゃん。やっぱりレールだった。これがリレーに直ってるかどうか結構気になってたんですけど、これ直ってなかったね。はい、やっぱりレールのままでした。これでも元々のスペルが間違ってるのか、日本語化するときに間違えたのか、ちょっとどっちかわかんないけどね。なんか元々のスペルが間違ってそうな気がする。うん。まあ、レールになってるけど、でも明らかにリレーだよね。12V30A ってね、これね。接点が、ここ接点3つあって、ここに電気を流すと、この接点が切り替わるみたいな、そんな感じの、代物ですけども、リレーだよね、要はね。レールじゃなくてリレーだと思います。はい。まあ、それはいいけど、うん、ね、どうでもいいっちゃどうでもいい。はい。で、ご報告がいろいろありまして、なんと、炉をね、作ることができました。今まだ作ってる途中だけどね。うん。で、足りなかったのが、連鉄が足りなかったんですけど、連鉄を取るのにね、結構苦労しまして、連鉄出ないんだよね、なかなかね。で、とりあえずやってみたのは、前もやったんだけど、ガソリンスタンドの、給油ポンプ壊すの解体と、あと自販機解体、それから街灯ね、街灯解体。で、トランス解体。この辺やったんですけど、連鉄1個も出ないですね。うん、普通だったらさ、普通バニラだったらね、ああいう、こう、街灯とかさ、壊すと、まあ、スチールもたまに取れるし、で、連鉄も取れますよね、普通のアイアンもね。取れないです。はい。で、自販機を解体しても、まあ、炭鉱とか連鉄とか取れるんですけど、取れなかったです。はい。一個も出なかったですね。一個も出ませんでした。うん。で、ガソリンのね、給油ポンプも、炭鉱とかね、連鉄とか出るんですけど、出ませんでした。はい。トランスもね、電柱についてですね、こういう電柱にさ、ついてる緑の油入りトランス。あれを解体しても、まあ、炭鉱とか出るんですけど、出ませんでした。はい。じゃあ、どこで取るんだとか思ったんですけどね。で、取れないのかって、解体で手に入んないのかって一瞬思ったんですけど、あれ、テーブル層と、あとセメントミキサー。この辺分解したらね、連鉄取れました。なのでね、いっぱい、ほら、もう余ってる、42。昨日行ったさ、昨日フォージャーヘッドを取りに行った、向こうの物件までわざわざ行きまして、ビルダーズ、ジョー・ブロスビルダーの物件まで行って、で、セメントミキサーを解体してきました。そしたらね、いっぱい連鉄取れた。で、あそこにはね、テーブル層もあったんで、テーブル層も解体して、取ってきました。で、今確認してるのは、そのテーブル層と、セメントミキサーは確実に連鉄取れます。ただね、スチールは取れない。スチールは取れない。ただ連鉄が取れるだけね。うん。まあでも、それだけ解体すれば結構な数集まったので、まあ、見ての通り、これね、炉は作ることができました。まだ完成してないけどね。はい。で、その、行った時に、まあそれに付随してですね、これ見てほら。これ見せたっけ？見せてないよね。斧がね、品質上がりました。これほら。バトラックス、品質4になった。品質4を取った。で、モッド2個つけて、今39です。まあまあ強いよ、これ。まあまあ強いですよ。はい。で、さらにですね、これ見て、ほら。ショットガン取りました。ショットガン。モスバーグポンプガンって、これなんだろうと思ったんだけど、装備してみたらね、ショットガンでした。はい。ポンプ式ショットガン。弾倉サイズ6。なんとダメージペレット 17.5 が10発出る。全弾当たれば170。すごい。これ強いよ、なかなか。これはなかなか強いと思う。うん。はい。ということで、まあ、それはいいとして、めちゃめちゃ雨降ってるけど、まあ、ちょっとね、なんだっけ？
炉ができるまでちょっと時間かかるんで、クエスト行きましょうか。この銃もね、実は撃ったことないんで、一回撃ってみたいんだよね。バコーン。あ、強いね。一撃だわ。カシャッと。オッケー。スキル上げてないんでね、リロードが遅いですけどね。じゃあちょっとクエストでも一個やって、やってる間にできるでしょう。炉はね。うん。で、なんかコメントでさ、めっちゃ早くから空いてるよって、トレーダー4時から空いてるよって教えてもらったので、本当に4時から空いてるみたい。はい。ちゅうことで、近いとこ行きましょうかね。ショットガン行こうか。何これ。CUID ショットガン行きましょうか。あそこかな。昨日前通った。昨日前通ったショットガンメサイヤですかね。ショットガンメシアかな。あ、それっぽいね。行きましょうか。弾欲しいよね、弾ね。まあ、銃がね、使えるようになってきたんでね。あと、なんだっけ、これの品質2が実は作れるんですけど、まだ作ってないですね。昨日ね、スキルアンロックしたので、品質2が作れるようになってるはずなんですけど、まだ作ってないです。まあ、1と2だったらあんま変わらんかと思ってね。1と2だったらあんま変わんないような気がしないね。ということで、まだ作っておりません。4とか5になったらちょっと作ろうかなと思って。あ、やっぱここだ。ゴーナツドーナツの隣だ。あ、狭いね、ここね。まあ、ティア1だからな。まあいいか。行きましょうか。開いてる？開いてるわ。こんにちは。あ、管理人、さすが管理人は強い。生きてる。管理人は今日も生きている。何これ、いいね、これね。旋盤欲しいね。へえ、これは、破壊されたバンドルワークベンチ。じゃん。こういうの解体してもなんか、連鉄か、鉄じゃないか。解体してみよう。あ、取れるね。あ、連鉄取れるわ。ちなみにこれは取れたりしないのかな？取れたりしないみたい。これも解体したら連鉄取れそうじゃない？あ、取れないか。ネジか。機械部品。ああ、取れた。5個取れた。なんか設、あ、いっぱい寝てるね。なんか設備はやっぱ解体するのがいいのかな？ね。起きてきたわ。あ、走んのお前。あ、弾なかったわ。痛い。やめてくんないかな。OK ですか。これ開けるとどこが開くの。ここが開くんかな。金庫めっちゃあるけど閉まってるやんね。あ、これ こんだけひょっとしてエリア一掃する。あ、なんかスクラップアーマーだ。着用。アーマー着てなかったの俺、ひょっとして。あ、そうか、アーマー着てないかもね。ダスターとか着てるけどね。あー、靴もあれだもんね。ヘルメットは拾ったやつかぶってるけど。あー、そうかそうか。ちょっとこれ開けてみましょうか。どんな感じ。ちょっと待って、拾ったそばから弱体化してるんだけど。どれが弱体化してんの。これ、直せんの。これ直せないわ。あ、拾ったら直せる。あ、直せるね。修理キットかな、これ。修理キットか。修理キット1になっちゃった。あ、しまった。しまった。炉を作ってるから治らないじゃないか。あ、いいね、いいね。これは、これ石なんだ。さっきのマズルブレーキちょっと、なんかつけたいね。あ、弓ね。あ、弓で思い出した。あ、炉できたね。弓で思い出した。ちょっと興味本位でさ、パトカーをね、パトカーチャレンジやったんですよ、動画外で。昨日ね、昨日というか、夜ね。そしたらさ、パトカーチャレンジがめちゃくちゃ難しくてね、あれ。めちゃめちゃ難しかった、パトカー。パトカーね、無理だわ。無理じゃないけど、無理じゃないんだけど、すげえ難しかったな、なんかあれ。どうすりゃいいんだろうっていうぐらいの勢いで難しかった。何が難しいってね、まあ、パトカーね、セキュリティになるじゃないか、ピューピューピューってね。で、セキュリティになったら、まあ、ゾンビが湧くんですけど、
大体ね、残忍フェラルゾンビがね 3,4 体バッて湧いて、でまあバッて走ってくるんですけど、 3,4 体まとめてね。でそれとは別に警官が湧くんですよ。なんか私3回やったんですけど、3回ともね同じような感じだった。で警官が湧いて、で警官が湧くのはまあ別にいいんですけど、その警官がさ、パトカー壊すのよ、警官のゲロで。だからね、3回私パトカーチャレンジやったんですけど、そのうちの2回ね、漁る前にパトカー壊されました。何のために開けたんやみたいな感じになりました。うん、だからね、結構難しかった。え、これどうすりゃいいんだぐらいの感じになったね。うん。これで開くのかな？あ、いたいたいた。ああ、いるんだ。いやー、パトカーチャレンジマジで難かったわ、あれ。だからね、そのフェラルゾンビが、まあ、3、4体バーって走ってくるんで、まあ、まずそいつを処理しなきゃいけないじゃないですかね。で、その処理してる間に、なんかちゃんとね、警官がどこにいるか位置を把握してないとね、警官の放つゲロがね、パトカーに当たるのよね、バンバンね。でパトカー爆発するの、バーコーンって戦ってる間に、うん、残忍処理してる間にね、パトカー吹っ飛ぶ。うん、だから3回やって2回パトカー壊されたんで、あ、なんだか怪しいレベル2になった。やったね。やったね。なんかもう1個はね、もうちょっとね、強いなんか武器があって、手早くね、フェラルゾンビを処理できるようになったら、壊されずに済むかもしんない。でね、警官だけ先やるっていうのがね、まず難しいんだよね。あ、2か。2だったらまあいらないな。4のが強いね。そう、警官だけ先に処理する、してしまうっていうのがね、難しくてね、しまった。何回でもいけんの、これ。あ、何回でもいけるんだ。面白いね。へえ。こんだけ？待って、エリア一層が終わってないけど。上がある、ひょっとして。エリア一層終わってませんけど。あ、なんかいっぱい出た。パイプライフル。ん？パイプライフル&シューティングライフル。あれ？こないだも2になってたけどね。あ、上にいるね。こっから上がる？あ、鳥がいる。鳥がいらっしゃる、上に。あ、はしごついてんの？はしごついてるわ。挑むしかないか、これ、戦いを。倒した。つつかれたけど、つつかれたけど倒しました。オッケーオッケーオッケー。一応もらっときましょうか。オッケー。よっしゃ。よっしゃ。そうか。一応上がれるようになってんだね。この上もじゃあ住めるね。住もうと思えばね。ちょっと狭いか。これはジャンク品だね。整列してるけど、ゴミが。あ、硫黄出ましたね。あ、イチゴの種出た。ペンキよく出るね。ちょいちょいペンキ出るね。よっしゃ。ありがとうございます。なんかでも特に目ぼしいもんはなかったね。うん、これといって。あ、これ、しまった。あさってからオンすればよかったね、これね。もったいないことしたね。こう覚えとこうか。またクエスト来たら、こいつら復活するでしょう、多分。ゲットハンマー、採掘の匠。これ生きてる？生きてんだ、これ。お金持ってないわ。帰ろう。どっち？こっち？なんか飛んの怖いけど、まあいいか。よいしょ。これは多分何回も通ってるから、あさった後でね、あさった後でね。だよね。これもあさったよね。あ、だよね。よっしゃ。とりあえず報酬もらうか。で、炉が出来上がったんで、炉を設置しましょうか。いよいよ。いよいよ炉を設置しましょう。はい。もう4日目だけどね。もう4日目っていうか、なんか、でもなんか、ハピノフさんがつぶやいてたのによると、なんか、連鉄作り始めるのに13日かかったとか、なんか、つぶやいてたんで、それに比べれば私、早い方かもしれない。まあね、24時間120分設定でやってるんで、通常の倍ぐらいはね、あ、玉のがいいな。玉もらおう。ありがとうございます。
お金結局、お金は一切もらえない。お金一切もらえないんだ。まあいいや。玉のがいいわ。玉作れないからね、まだね。よっしゃ、じゃあちょっと炉を設置してみますか。炉を。炉を設置して、とりあえずグリルとか作りたいね。グリルを作ったら焼肉が焼けるんで、なんか大量にさ、大量にでもないけど、肉いっぱいあるんだけど、肉いっぱいあるんだけど焼けないんだよね。グリルないから。残念ながら。ただいま。どこに置こうかな。外だよね。外、中か。こっちか。こっちに置くか。炉。炉炉。これはまあ、あ、いつもの炉だね。炉はいつも通りですね。はい。燃料。燃料何でもいいっしょ。あ、まあ600にもあれば普通の木でいいか。これでもいけんだっけ？これでもいけるような気がするな。じゃん。あ、全然いけるね。燃やそう燃やそう。いっぱい溜まってるから。この辺が。粘土も焼かないと連鉄は作れない。連鉄いるかっちゅう話だけどね。よしよし。グリルをまず作りたいんで、どれ？グリル。バンドル。これか。あ、グリル、調理グリルね。粘土がいる。粘土を焼かなきゃ。粘土、粘土。粘土、粘土。あ、穴掘りクエも、穴掘りクエあったっけ？さっき見なかったね。前回はあったんだけど。あとなんか、万力。バケツ。パッキングカーの何するもんなのかよくわかんないよね。あ、オーブンで調理する際にね。ああ、なるほどね。プランターとかは。あ、すごいね、これ。電の子あ、調理グリル作れる、作ろう。鍋はもう余ってる。パンとか。あ、これね、武器じゃないの？俺も、武器かと思って置いてあるけどさ。これ、パン。あれ、これと同じもの？これ。クラブのような打撃って違うのか？あ、違うね。絵が違うもんね。あれは武器なんだ。あれは武器っぽいな、どうやら。よっしゃ。でん、あー、来ましたね。焼肉作れんの？これで。作れないじゃん。ロックされてる。結局ロックされてんじゃないか。まあでも、この辺はボールがあれば、ボールって、アップルメッシュ。調理済み麺。調理済み麺って麺だけじゃんね。なんかね。ボールって作れんのかな？ボール俺どうしたっけ？ボール解体してる？あ、ここにあるね。ほほー。ちなみに週刊家庭料理は何冊読んだんでしょうか？どれ？料理。食料これ？一冊しか読んでないの？え、一冊しか読んでないっけ？そんなもんだっけ？週刊家庭料理を読むと、え、一冊しか、な、一冊読んだような気がするけどね。週刊家庭料理。めったに出ないけど出たみたいなことを言ってたような気がしたけど。まあいいか。まあいいか。とりあえずまあこれは放置だね。ひとまずね。あ、そうそうそう。でね、弓をね、弓いっぱい取りました。また取っちゃった。この品質さんがパトカーで出たやつかな。うん、パトカー漁ってこれが出ました。ちょっとがっかり。え、それかよみたいな感じはしましたけどね。一瞬ね。うん。ということで、ちょっと待って。もう一発じゃあクエストでも行きますか。ここは。ちょっとね、炉で溶けるまで、物溶かして、ちょっと待たなきゃいけない。ロープを入れてないのか。あ、そうそう。そうそう、待って待って。なんか、もうテーブルをさ、もっと作れるんだよね。あれ、作れるやつ、キャンプファイヤーはよくて、ね、なんだろう、テーブルかな。テーブル？デスク？作業台テーブル、これだ。これを作りたかったんだ。で、これを作るには、これ作りたいね、作業台テーブルね。何するんだよ、これ。一部の作業台の構造に必要ですが、個別にセットアップすることもです。これなんか、
これじゃないとできないやつあんのかな関係ないのかな。まあ、とりあえずテーブル層この辺作れないからね。テーブルサッカーって、あ、テーブルサッカーね。これはただのテーブルだね。作業台テーブルちょっと試しに作ってみたいね。連鉄100なんでやっぱ連鉄作んなきゃいけないわ。このなんか、あ、これは作れないのか。高品質な木は作れないのかな。高品質。作れないわ、でも。あ、なるほどね。テーブル層がないだ。この辺はでも作れないよね、まだね。残念ながらね。ベンチ。メタルワークベンチのメカニック。メカニックって何？ベンチ。ベンチグラインダー。あ、まあでもこのマークは、このなんかマークのないやつしか作れないからね。基本的にね。メタルワークベンチ電動だって。へー。このなんか、なんとかデスク作りたいけどね。これ何？あ、これ旗か。ソリー。まあソリーね。プレゼントボックスって何入ってんの？飾りだよね。装飾だからね。雪だるま。ああ、そうなのね。ツールボックスは何するもの？これ。セットすんの？レシピでの用途、ああ、そういうことか。なるほどね。あ、そう、ネジとかここで作れないのかなって思ったんだ。そうそう。ネジ作れないの？これ。弾丸。あ、ネジ作る？あ、バンドル？バンドルなの？めちゃめちゃいるじゃん。普通、バンドルじゃない普通のネジは作れないんですか？あ、作れるじゃん、ネジ。ネジ結構いるんだよね。で、ネジ出ないねっていうことをね、この間も言ってたと思うけど、38か、あんま出ないね、やっぱね。ネジ。ネジ100作るか、とりあえず。100。100いるんだよね。ネジ100。釘は50あるから、8しか作れない。あ、ネジそんなにいるの？あ、ネジそんなに鉄いるんすか？あ、マジ？じゃあしばらく、まあちょっと置いとくか、じゃあ。やっぱりクエストでも行ってちょっと暇を潰すか。今日のところは。ねえ、しょうがないから。これはちょっとまた置いといて、砂、鉛、あれ？鉛、ペンキ、紙でしょ？ヤスリはもう2に変えたので置いてって、バトルアックスも置いていきました。あ、これ取ったんだよ、そういえばネイルガン、スクラップネイルガン。スクラップって言いながらも結構使えるっぽい、なんかどうやら。それなりに使えるみたい。これなんだっけ？枝。枝木、高品質。いちご、腐肉。6ピックはもう1個しかないけど、まあいいか。よっしゃ、じゃあ。まあ、クエストでも行きましょう。問う。ティア1終わるのかな？前回3つやったんだっけ？今回1やって4か。そろそろ終わるんじゃない？ 5 回ぐらいやったら終わらないかな？ティア1。ねえ。で、これで、新しいトレーダー紹介してくれたら、またそこに、ね、フォージャーヘッドだりなんだりあるよね。仕事くれ。近いとこ、あ、防衛マーケット行きますか。防衛マーケット。あっちか、よっしゃ。まあ、ティア1なんでね、ささっと終わらして、3ぐらいまで行くとね、ちょっと面白くなってくるけどね。ティア3ぐらいまで行くとね、3ぐらいまで行きたいね、早くね。よいしょ。ガシャン。これも。これはいいのか。よっしゃ。どこ？そっち？入り口。あ、ここからね。はい。あ、こっちが入り口なの？そういうわけでもないか。こんにちは。
ででん。どうも。広いね、このトレーラーハウスね。いいね。贅沢だね。じゃん。あ、釘入ってた。カンカン。カンカンをちょっと、まあ、オイルとか作るのにいるんだろうけどね。じわー。あれ、いないの。どこですか？あ、そこ壊れるんだ。そういう壊れ方するんだ。オッケー、はい。で、下から行くんだっけ？これ開かないのか。外は？外にもなんかありそうだけどね。まあ行くか。バカ。犬いるんだっけ？それ違う物件か。犬がいるのは。こんにちは。そっち？壊さないでよ。開けてあげたのに。開けてあげたのにさ。あ、ここは床抜ける？じゃん。生首コロコロ。生首コロコロ？あ、こういう感じだっけ？どこ？お姉さん？ちょっと強くなったかな、やっぱ。品数4だから。最もついてるし、ちょっと強くなったかもしんない。足音聞こえる。なんか薬があったような気が、あ、ここか。薬、薬が見えたような気がしたんだけど。あー、包帯ね。上に誰かいるのか。これはちょっと着てるんで、これも解体しちゃおうか。釘はちょっと、釘作って、カンカンとこれは解体。オッケー。これコブルストーンも本当はまめに拾っといた方がいいんだけどね。あ、これ粘土か。粘土だ。これは？これコンクリート。これは？砂、サンドか。これもサンドか。ああ。これは？コーンミール。なぜかコーンミール。コーンミールが混ざってるとかすごい面白いよね。ねえ。まあいいか。よし、上がってこう。じゃじゃーん。開けてあげたのに壊すなよ、お前。あ、いた。痛いな、お前。よいしょ。OK？ あ、ご飯あった。ラッキー。あー、ラッキーご飯。でもそれだけか。それだけって感じだね。ここは閉まってるよね。こっちだね。ああ、お店の中ね。あそこから誰か出てきそうだね。こんにちは。一人だけ。あ、本あるね。本あるわ。おお、ナイフガイ。スクラップフォーファン。よっしゃ、水。あさっていこう。骨。あ、週刊家庭料理。あ、焼きトウモロコシとベークドポテトをアンロックしました。やっとトウモロコシ食えるようになった。まあ飲み物がね、飲み物が欲しいんだよね、本当はね。これ上は？こっちは？こっち行けるのか。これダメか。レジ漁って。上何にもないの？あ、上何にもないね。なるほど。この辺も見とくか。この辺も鳥の餌。あ、鳥の餌で思い出した。どこ？走んのお前。なんで走ってんの？なんで走ってたのお前。あ、一応はしごがあって上に行けるのね。上が本命か。上が本命ですか。鍵あるけど、これは多分外に行く鍵じゃないかな。これ、ここが開くんじゃない？多分ね。じゃん。シャムサンドか。お酒も一応もらっとく？酒じゃなかった。水だった。よっしゃ。あ、この種はね。え？種？これ。麺？麺と。あ、小麦の種か。ああ、なるほどね。
はい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 。うん。よし、じゃあ上がっていくか。じゃあこの上はないの？情けだね。問う。チラリ。あ、お宝ですね。いる？あ、いないじゃん。いないの？いた。あ、クローラーがいる。死んだ？あ、これ回収するやつね。はい、ありがとうございます。OK。依頼達成。ということで、この辺あさるか。これ下ね。下が見えてんのね。あ、ちょっと矢はあんましいらないけど、弾は欲しいからね。これはちょっとあんまりいらない。絆創膏。絆創膏ね。恐竜絆創膏。はい。あ、まあいいか。そんなもんで。まあまあ、まあ悪くないね。悪くないね。悪くないね。まあね。何ここ、こんなとこあったっけ。あったか。あ、あったか。あ、こっから上がってきたのか。あ、で、ここを開けると、外に出れると。ちょっと裏もなんか、見ていきたいけどね。裏、裏になんか、こっちじゃないか。ああ、車は、車はあさっとくか。車もリスポーンするのかな、これ。ああ、なるほどね。なるほど。これ解体職員長。機械部品。ここになんかグリルみたいのなかった？ああ、でもなんか、開いてるね。開いてるわ。開いちゃってますね。まあいいか。なんか育ててるわけでもないのね。あ、じゃがいもあるじゃん。じゃがいも。だけ。オンリージャガですか。じゃがいもだけだった。ここは？なんもない。まあいいか。じゃあこれでちょっとティア1終わらんかな。まだもうちょっとやんなきゃダメかな。これでもし終わってね、自転車とかもらえたらめちゃめちゃラッキーな気がするんだけど。そんな、そううまくはいかんかな。うん、この間さ、この間か、最初の頃にさ、鶏を盗んできたあの、家あるじゃないですか。鶏もらった家ね。あそこさ、あの、蜂の巣じゃなくて、養蜂じゃなくて、なんていうの？蜂を飼うやつ。蜂の箱もなんかあったような気がしたんだよね。外から見たとき。あそこ行ってみるのはね、熱いかもしれない。I am so glad. はい、こんにちは。I knew you had it in you. Good work.ハーブ系抗生物質でしょう。ここはやっぱり感染した時ね、困るからね。まだ終わらんのか。まだ終わらないんかい。うん、まあまあ、でも今日はとりあえずこの辺しとこうか。まあ、炉ができただけでもね、今回進展だということで。進展したということにしておこう。うん、あとはまあ、銃がね、銃がちょっと充実してきたということで。これね。ショットガン。ショットガンいいね。やっぱ強いね。これね。ドーン。まあ、ただ、残忍とかね。フェラルゾンビが走ってこられるとなかなか当たんないんだけどね。うん。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。よっこいしょっと。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録など、よろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。